いわゆる経営者の方のですね、在職老齢年金対策ですけれども、役員報酬最適化という手法を活用しましてね、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによって、老齢厚生年金がね、支給停止にならないで受け取っていただけると、こういうことなんですけれども。役員報酬の設定とですね、それから年金がもらえる額とシミュレーションをするわけですけれどもね、特に女性の、ね、経営者の方の場合は、もともとこの60歳代前半の老齢厚生年金の受給の形ですよね、年金額のパターンが、ちょっと変わってますものでね、女性の方のシミュレーションは少し複雑な形になります。生年月日によってはですね、例えば昭和27年4月2日以降ですね、昭和29年4月1日以前生まれ、その間にお生まれになった方の60歳代前半の老齢厚生年金は、60歳からは報酬比例部分のみ、がもらえるわけですね。で、64歳になられた時点で、報酬比例部分以外に定額部分ももらえるようになると、こういうことですので、単に60歳代前半の老齢厚生年金と、報酬との調整ということでね、報酬の設定を考えていてはですね、60歳からの年金と64歳からの年金額が変わってきますものでね、報酬との調整のシミュレーションも、その64歳時点でもう一回ね、違うシミュレーションをする必要があります。そういったことでちょっと難しくなってますね。で、65歳になられたら、定額部分は老齢基礎年金に形を変えるという形なんですね。で、この60歳前の64歳から受け取れる定額部分は報酬との調整の対象になるんですけれども、65歳になった時点で定額部分が形を変える老齢基礎年金の方は、こちらはね、報酬との調整はないんですね。報酬がいくら高くても全額受け取れるということですので、60歳の時点、それから64歳の時点、それから65歳の時点、これで報酬との、調整のシミュレーションを3つね、少なくとも3パターン、する必要がありますので、少し複雑な形になります。